たてちゃんこれだよ、台湾で忘れてきた悔しさを晴らしてこれを買ったんだ。1年越しぐらいに晴らしましたね。あ、違う違う、あの11月に泊まった時にいつも着てたモコモコのこのやつを台湾に忘れてきて、あ、そうだった、うん、あ、台湾に置き去りにしてきたんですか。そう、ホテルに。それもすごいお気に入りだから持ってきたんだって言ってたのに忘れてきて。ああ、しかもなんかないって言ってなかったっけ、着てなかったっけ、うん、着てたんだっけ、うん、着て忘れてきたんですか。あ、違う、あれ、あれだ、モロッカンオイルだ。あ、そう、モロッカンオイルも。そう、髪の毛に塗るやつで、これぐらいの、 あの粒、うん、で1回の使い切りのやつをあのパッキング動画を撮った時に、これすっごいいいからっつってこう入れた後に、あ、これもしかしたら伊達ちゃんと浜さんも使うかもしれないって言って余分に入れて、うん、あ、でもこれどっかに入れて忘れたら大変だからここに入れようって言って、うん、どこに入れたか忘れた。あるあるあるキャラだけどな。なんでなんだろうな。あれなんなんだろうね。掃除とかしててよくある。そうなんだ、絶対忘れないようにって、絶対忘れないようにってやったら大体フラグなんだよ。忘れるフラグですよ、それ。結果よかった、家の鍵とか見つけたら半泣きだもんね。帰ってからありました。帰ってからあった、解体したら見つかった。そうっすよね、あるあるね、あるある。なんか悔しいからその動画見ればわかるんだけど、なんか見たくなくていろいろ見てもやっぱりなんかないないないと思って、帰ってから見つかってこれはあったと思ったけど、旅先で何かしらなくしがちじゃないですか。やっぱパスポートもです。パスポート出た出た出た。大概なんかなくしてません。ないないないがデフォみたいな。いや、もうあの時超焦ってたもんね、動画で。マジでびっくりしましたよ、タクシー乗って行ってくるわ、私金ないわとか。せやなってなった。しかもぬりさこさん多分テンパりすぎてると思うんですけど、テロップで麦に金を借りましたって私なんだけど、思いながら。テンパりすぎて金貸したのは私なんだけどね。テンパりすぎて動画見て私なんだけどね。もうテンパってんじゃん。台湾のね、そう、見つかった時めっちゃ幸せそうな顔してたもんね。おばあちゃんだけでもしかない。おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おじいちゃん。すぐ入ってくる、この顔。おばあちゃんだからすぐおじいちゃん入れてくるから。おじいちゃん。もっとお姉ちゃんなんだけどね。お姉ちゃんなんですけど。なくしがち。気をつけてください。はい。でも忘れてかないようにね。これね。大事よ。これ島村に売ってるの分かったからも島村行く。え、なくさない。いや、なくさないよ。なんで買う前提なのさ。今一回考えてね、なんで島村行くんだよ。また買うのみたいな。また買わなきゃいけないね。そう。忘れてきたの最初発送してもらうと思ったらすごい高いんだよね、発送費がね。4000円か5000円ぐらい。もう空は買ったほうがいいやんな。そんなもんじゃなかったけど。あ、ほんと4500円は逆に買ってもいいじゃんなっちゃうんですけど、2500円。島村だからね。そうそう、島村にしては島村にしてちょっと高そうな値段ですね。前のやつも島村。島村で言うとまあかなり島村的に2500円はいい方っすよね。そうだよ、大体1800円とかで買える世代島村なんていうと、これ良いんだよ。ロマンゼロいいチームいいね。鼻で本当とう最年少最年長鼻で笑う。とうとう森みたいな感じで言っていいよ。何に見える。え、例えるのと何。宇ちょっと広大に感心してんじゃねえよ。ちょっと星と星相手近すぎません、宇宙にしては。もう衝突ですよ。何ダイヤモンド愉快。ダイヤモンド愉快。独房性なんだよな。確かに。まあ、いっそゴージャスかなって言ってる。あ、ゴージャスの方にする目の感じに。ポケットついてる。あ、横なんですね。なんかこういうのって前にありません。ドラえもんじゃん。確かに前のやつはね、前だったんだけど、そう、ここに2つついてる。アピールポイント。あ、でも当たったらいいですね。顔それなんか新入社員が上司の機嫌を取るときの採用。あったかそうですね。あったかいですね。それ心地いいですね。そうですか。愛想笑い。そう私15なんです。心の中でこう、早よ仕事進めろよって思ってるやつ。いや、心の中で早く寝たいんですけどって思って。
私朝5時に起きるんでそう5時起きなんだもんねいつもはそうですね、うん、でもそのルーティンになったらちょっとゆっくりねできるけど多分目覚めますよね、目覚めちゃうよね、うんうん、すごいよね本当に意味わかんない、なんか LINE の返信が5時23分とかに来るってマジで意味わかんない早いなんかそう切って朝目覚めて8時とか9時とか見ると5時とかに絡めるさまつたみたいな。超ウェイ。5時のテンションじゃねえな。マジで。何このテンション5時からみたいな。私もさすがに朝5時にデーモンコアコン送んないな。何も考えてない。あんまり何も考えて絡めるさん泣きながらこうやってやるとか。意思が伝わればいいと思ってる。こいつ。スタンプで健康的だよ。偉い。それがいい。それがいい。その時間に寝るもんなと思って今はぁでしょやばいやばい明日何時ですか10時にチェックアウト、ね、あ10時に出るんですね、うん、その前に、まあ、朝ごはん食べるな朝ごはんは作るんですよね、うん、これカップラーメンを食べますでもカップラーメンを山の中で食べるさっきでもあのお兄さんたち分かってくれましたよね、うん、カップラーメン帰りにカップラーメンさっきお湯入れてたあのお兄さんたちが、うん、あのお風呂の廊下のところで、うん食べるんですよ自慢してきて、ね、自慢げに言ったけど今食べてるしみたいないいねって言ってくれたもんそう大事っすよねって良い旅をみたいなテンションでしたね、うん、ありがとうだと思っただから10時に出れればいいので、うん、逆算して、まあ、ここでご飯食べるなり朝もしくはお風呂入って頭洗いたいとかだったら、うん、その時間も自分の中で考慮して、うん、でも8時半ぐらいぐらいだと思う、うん、9時は遅いから、うん、片付けもあれ、ね、時間考えたら8時半にここ集合、うん、でそこまでに朝シャワーするなり、まあ、自分を好きなのに、うん、8時半だったら大丈夫、うん、貫通しちゃったんじゃないの、うん、大丈夫でよし、うん、おじさんババかけたら教えてくださいババやりながら寝るわババやりながら寝るんでかけたら教えてくださいあれババイズユーなのベイビーイズユー赤ちゃんはあなただ赤ちゃんは君だアンパンマンは君だみたいなベイビーって BABA でどうやってベイビーバババババベビー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 イズイエーしかもあんまベビーかなっどっちかというとなんかもうちょっとあれをベイビーって言うことはそれでベベベベ顔やばいっすよベベよくやるなんかいや分かん本当に分かってなくってで伊達ちゃんの実況動画を移動中にイヤホン忘れて見ちゃったの、うん、なんかどんなゲームか知りたくって、うん、でざっと見たんだけどベイビーはいつ出てくるんだろうと思ってそうだねまあ割と常にいるんですよね多分常にいるんだよ常にいるんですよ割とババは常にいるからベイビーはと思ってだってあのゲームでさいきなり赤ちゃんこういったらちょっと怖くないですかなんかちょっとめっちゃ早いしてる分かんないと思ってで声聞こえてないじゃん二度ちでイヤホン忘れてるかもう画面だけ見ててベイビーはベイビーはいつ来るのあなただよ赤ちゃんはどこから来るの状態そんなゲームもあったなコンソリさんかななるほどババですようやくすっきりしたすっきりしたババですババそしたらちょっと理解できるちょっと理解赤ちゃんは来ない赤ちゃんは来ない赤ちゃんはね来ないどっからも来ないダメだった完食いいねグッドよし寝ようぜ寝よう、うん、じゃあ明日は適宜いやなんか完食って言う動物の森ね普通にあのなんだろうレストランがあって水族館のくせにイケスとかなんかそこら辺で泳いでる魚をさばいて海鮮やべえないやそれは行った方がいいなやばいな頭狂ってるそうだから嫌いじゃないなそれ水族館でやってるんだぜそうそうそうそれよ今まで見たやつがこういるんですよでけイケスだったんだあれみたいなあーこれさっき見たやつって出たらあるでしょ水族館で釣り体験してその魚あげて唐揚げで出てくるんだとやばくないやべえなそれはちょっと行きたいなやばいなその気の触れ方好きよはい。はい。はい。どうしましたか、メグさん。はいって。理解、オッケー。理解。理解のポーズ。需要なくない？車とかだったらボンのよ。え、はい、理解した人。
ういうことでしょ。そうです、ね、無音で笑わないで。無音の期間。ごめんな。こんな先輩でごめんな。否定しないで。すげえ綺麗なハハハを。すごいね。こんな文字。こんな軽い文字でハハハって言えるんだね。それと長い時はハハハってテレビでよくある。よし、やって。はい。10分後ぐらいに、あっつーと思って、何ここ、え、地獄じゃん。